おととし日本大学3年の時に釣り輪で4位でした。今回優勝を目指しています。朝日生命社会人になって1年目、長野拓也です。はい、彼はこの種目別の選手権で、決勝常連の選手なんです。そうですね、はい、2012年3位、2013年4位と実績を積んできています。はい、振り上がり中水平、はい、中水平、他の人よりも綺麗にまっすぐ止まっていました。好転しての中水平、はい、そして車輪から止める十字倒立、はい、ここもピタッと決まってますね、はい、そして逆向きに車輪をしての倒立です、はい、いいと思います、はい、ケーブルの揺れもほとんどありません、はい、おっとここで手が外れた、ここで手が外れました。もしかしたらプロテが切れたかもしれないですね。あ、そうですか、プロテクター、この手にはめている釣り輪用の器具ですけれども、あ、これが切れてどうでしょう、予備のものがあるのかどうか、ちょっと珍しいシーンですね。そうですね、やはりこうやってプロテが切れるというのは、はい、あ、切れてますね、はい、本人にとっては悔しいですね。そうですね、この大舞台でまさかのアクシデントが起きました、はい、今山脇から抱え込み山脇で、その後あるいは本間十字を取りに行ったんでしょうかね。そうですね、本間十字に行くところで切れてしまいましたね、はい、そしてこれ演技再開まで少し時間がかかっていますが大丈夫でしょうか。本来、演技を落下した後は30秒以内に、30秒ですね、はいはい、演技を開始しなければいけません、さあここでしつけ直しまして、文字通り気を取り直しての釣り輪です、はい、ここでやめることはしません、はい、頑張ってほしいです。最後まで演じ切ります。社会人1年目、まあ、社会人の選手に聞きますと、はい、自分は体操で生活をしているという自覚がまた芽生えるというふうに言いますよね。そうですね、社会人選手は本当に体操でお金をもらっているので、はい、その辺を考えながらしっかり体操してほしいですね。朝日生命の一員となって1年目です。さあここで本間十字を取ってきました。後転からの十字、アザリアン十字、車輪からの倒立、はい、あとは折り抱え込みのルドルフ、はい、ラスト、着地まとめてよかったですね、はい、途中アクシデントはありましたが演技を最後まで通しました。朝日生命の長野拓也です。まあ、結果としては悔やまれますが最後まで演じ切りました、はい、そうですね、あそこの落下はありましたけども、その後は、気を取り直してしっかり演技してくれていたので、はい、よかったと思います。最後も抱え込みのルドルフ、折りはピタリと止めてきました、はい、長野です。長野のスコアは D スコア 6.3、 E スコア 7.45、 13.75 で4人終わって現在4位です。